また物思いにふけってる。うん、いいよ。とにかく。早くパートナーを決めること。いい？本当に？私？そこまで。その続きは言わない方が自分のためだよ。声楽家はソロでも別に構わないの。まあ実力のあるフォルテール家の人と組んだ方が評価は良くなるから、それを前提に動いてる人も少なくはないけどね。その方が楽だもん。それに誰かさんが本当にあぶれた時に一人くらい候補がいた方がいいでしょ。でもだからといって探さないのはダメだからね。思わない。だってフォルテールを弾ける才能があるだけで学院の生徒の中でも特別扱いじゃない。そのたまたまがこの場合重要なのよ。クリスの場合、謙遜じゃなくて本当にそう思ってるのがすごいと思うよ、やっぱり。いないかもね。好きな方に取れば？じゃあそうしとこっか。否定的に撮るところがクリスらしいといえばらしいね。人の声がフォルテールと一番合うからに決まってるでしょ。するって授業で習ったじゃない。1年生の時にね、フォルテールの歴史の講義でね。ないわよ。じゃあ聞くけど、あなたの学科は何ですか？これだから才能だけでよう渡っていける人はいいわよね。違う。筆記はいつも最悪なのに実技だけで評価されてるクリス君だけに言ったのよ。
い？今度はちゃんと聞くのよ。フォルテールの音は良くも悪くも個人の資質に左右されるの。個性って言っても構わない。人それぞれに違う声が与えられているように、フォルテールも人によってその音色を変えるの。そして奏者のその時の心情や感情に左右されやすい特質も持ってる。楽器の中でも特に音に感情を込めることができるから、詩を伴うことによって同じくらいに感情を表現できる。歌との相性がいいの。わかった？そう、よかった。そりゃバカにもするわよ。ちょっと考えればわかるはずなのに。フォルテール科の生徒の絶対数が少ないからに決まってるでしょ。声楽科はその倍もいるんだよ。お分かりになりましたか？納得できたところで、分かってるよね。よろし。あ、もしよかったら一緒に探してあげようか。知り合いなら私からも頼んであげられるし。じゃあいろいろ回ってみよっか。クリスにないのはよくわかってるわよ。とにかくついてきて。まずはと。Thank you.